どうやって直接ここへ？以前来たことがあるのですか？わ！直感さと犬は謙虚さを見せています。船長からの任務は順調ですね。ここには放送設備が整っているようです。相応の周波妨害装置を設置すればレグルス船長は3マイル範囲内のあらゆるラジオ放送をハイジャックできます。おい！あのケムクジャラを中に入れたのはドイツだ！くせ！ここはもう忌々しい犬の毛に汚染されてしまった。ロボットはどうした？こいつを追い出せ！え、騎士！指令受信。警報、警報。不明のエネルギーを探知しました。どうしたんだ？壊れたのか？危険レベル。支援要請、支援要請。なんておぞましい煙じゃらなんだ。危険物資だ。今すぐ遮断すべきだ。ロボットよ、こっちに来い。やつを追い出せ。いや、殺してしまえ。レベル3の警戒状態だ。何してるんだ！僕のピクルスから離れろ！そいつをここに入れたのは、あんたか。厳重な警告を言い渡す。その犬は非常に危険な不安要素だ。厳正な処分を求める。何を言ってるんだ！ピクルスは全然危険なんかじゃない。ご近所に愛されてる、とってもいい子だ。この場から去ればいいんだろ。
危険かどうかを決める権利はあなたにはない。そこにいなさい。警備ガイド第172条第5号。警備会社は任務執行中に危険性のあるすべてのアイテムを直接処理する権利がある。命令だ。その犬をこちらに渡せ。不安要素を排除する報酬として、より高貴な血統を持ち、より温厚な犬を弁償しようじゃないか。ただのペットの犬に目をくらますんじゃない。くしょ。何言ってるんだ。彼は僕の友達なんだぞ。狂ってる。あなたは友人を見捨てることができるのか。まあ、あなたにはできるかもしれないな。鉄の塊が頭にひっついた冷血野郎だもんな。ワールドカップのブラックリストに入りたくないなら、今すぐおかしな行為をやめるんだ。よくやったな。でも、君の脅しは効かないし、ピクルスのことも決して諦めないぞ。何がワールドカップだ、この野郎。愚かな。捕まえろ。やっと静かになったな。いや、キス！通風システムを最大効率にしろ。犬の毛が一本もない環境にするんだ。他のロボットはあの犬を捕まえろ。指令確認。おいおい、どういうこと？何をしたんだ？私じゃないよ。通風システムが急に起動したんだって。これが君が言ってた完璧な計画？吹き飛ばされちゃうぞ。ちょっと早く減速して。もう間に合わない。ぶつかる。うわー。ああ。